トヨタ自動車東日本によりますと、生産指示システムの不具合により部品の発注処理が行えず、今朝から全国14の車両工場のうち12箇所で生産ラインの稼働を停止していました。部品の在庫状況などから残る2つの工場も稼働を停止しました。県内では大平工場とエンジンやブレーキなどのユニット部品を製造する対話工場が影響を受けています。この2つの工場では明日早朝までの生産ラインをストップすることを決めていて、その後の稼働についてはシステムの状況を見て判断するということです。不具合の原因についてトヨタ自動車東日本はサイバー攻撃ではないと見られると説明していて、復旧に向け調査を進めています。